どこのアトリエ？アトリエロータスです。あ、土屋勇気がいた。はい。そういえば土屋勇気って今どうしてるの？行方不明らしいよ。ここのホテルの702号室で昔ね、輪で相引きしてたカップルがいたんだけど、女の方が男に振られてさ、バスタブで手首切って自殺しちゃったんだって。今日の児童公園かない？高架下の。ああ、あそこね、2ヶ月前から立ち入り禁止になってて。この山って平地帯があって、2222歩戻らずに登り続けたら自分も近しい幽霊に会えるっていう。昔診療所だったんですよ。前の家主の人は5年前に亡くなりました。何ここ？